神武鉄道、神武鉄道は、明治時代に、日本に存在していた、鉄道事業者である。東京市内のお茶の水を起点に、飯田町、新宿を経由して、多摩郡を横断し、八王子に至る、鉄道、動力イコール蒸気の地一部区間は電気を併用、機間イコール1067ミ、mm、リメートルを、保有、運営した。1906年、 明治三十九年甲府の鉄道国有法により、同年十月一日に国有化され、中央本線の一部となった。もともとは、千八百七十年、明治三年に開業したものの、二年後に廃止された、玉川上水の船運の代わりに、その堤防沿いに、新宿羽村間に、馬車鉄道、後府馬車鉄道の付設を企画したことに始まる。発起人は、服部 岩田作兵衛、遺跡森留、元神奈川県知事。堤防沿いは認可を得られず、経路を変更し、1886年、明治19年11月に、新宿八王子館の布設免許を得た。しかし岩田に松平らによる蒸気鉄道、さらに川崎八王子館の武蔵鉄道の出願があったため、直ちに動力を蒸気に変更して出願し、セリネ会社を退りけた。 そして資本金を三十万円から六十万円に増資する必要から奥隈修元の部へ協力を求めた結果、平沼先蔵らから出資を得ることができ、八百八十八年、明治二十一年三月免許状が下付された。ところが、その後、伊勢キらと大隈派で対立を生じ、大隈派は株を売却、更新鉄道へ投資してしまった。その時登場したのが、天宮慶次郎だった。 天宮は安田善次郎らから資金提供を受け暴落した後部鉄道株を買いあさり、資本金60万円のうち38万円相当の株を獲得し、経営の実権を握ることになる。1888年5月2日の株主総会において役員を選出した。社長、奈良原茂、常議員、天宮慶次郎、常議員、伊関森留、 常議員、いん、さしだもじゅうろう、かんさやく、やすだぜんそして6月9日に副社長となった、大久保利和が10月31日の株主総会において社長に就任する。奈良原は、常議員となる。1889年、明治22年4月に、新宿立川館、8月には、立川八王子館を開業した。 新宿から東京市内への路線延長は、当初は甲州街道沿いが計画されたが、青山連平城や三崎町の交渉の後押しもあり、1889年5月に申請、7月に仮面状が下付されたもので、1894年10月には新宿牛米が、1895年4月に牛米飯田町が開業している。これは、 さらなる延長が計画され、1890年、明治23年に、飯田町、万世橋を出願、1900年、明治33年には当時計画中の、東京縦貫高架鉄道、現在の上野新橋の JR 鉄道路線の接続を条件に免許上化付され、このうち1904年、明治37年12月にお茶の水までの延長が完成した。 開業から1891年、明治34年までは、新宿で路線が接続し、また、創立委員長の奈良原茂が社長を務めた、日本鉄道が営業管理を行っていた。また、東京市内区間での旅客が増えたことから1904年8月21日に、飯田町中野間を電化し、日本の普通鉄道では初めて電車運転を行った。 車体長10メートルほどの二軸車ではあったが、総括制御を採用し重連運転も可能で、郊外電車として十分な性能を備えていた。詳しくは、後部鉄道の電車を参照されたい。この電車運転区間は複線化されていた。現在も中央線が走っている東中の後部鉄道時代は、柏木立川付近の約27.4キロの長い直線ルートは、 新幹線建設以前は日本全国で3番目に長いとされ、東京の地図や空中写真を見ても目につくものとなっている。これに関し、当初は公州街道あるいは大梅街道沿いのルートを予定していたが、住民の反対運動により当時は、田園、林野だった場所を一直線に突っ切る、県路線に変更されたといった説が各自治体史や朝日新聞、 中央線などといった戦後の文献に掲載されており、抹車鉄道の計画の際に自然作物の成長が阻まれる、街道が錆びれる、明治18年8月の南豊島郡旧村、9月の和田村外三村の陳情といった反対の声があったことは確認されている。一方で、鉄道機秘伝説を唱える立場からは、全国のそういった伝説を調査し、 鉄道機秘伝説の謎を記者が来た町、来なかった町を表した、青木栄一がこのルートについて、馬車鉄道から蒸気鉄道へ、動力化変更にあたって、建設が鉄道局に委託されたため、平坦、効率的な最短の武蔵野大地条の位置、直線ルートが考えられたと思うとしている。現在の西部国分寺線及び、新宿線の東村山本川越である、川越鉄道、 および大梅線である大梅鉄道は、神武鉄道の支線にあたる。いずれも神武鉄道が、東京市内への延長線建設に追われていたため、地元の資本を利用して設立したもので、その株主は、神武鉄道の主要株主と、沿線在住者で構成されていた。特に、期間が同じである川越鉄道とは、直通運転などが実施されていた。しかし、 1906年の鉄道国有法制定によって、神武鉄道が国有化されると、川越鉄道と大梅鉄道は独立した存在となった。特に、川越鉄道は、鉄道国有法原案では、神武鉄道と共に国有化される予定となっていたが、これは、貴族院での審議によって修正され、川越鉄道は、民営鉄道としての独立を保ったという経緯があった。 後武鉄道からの分離後、都心に接続するルートを断たれた川越鉄道は、都心乗り入れを目指し、いくつかの合唱連行を経て、西武鉄道という社名になった後、1927年、山手線高田の馬場駅に至る村山線を開通させた。これは、後の西武新宿線にあたる。さらに、終戦直後の1945年9月には、 後の西武池袋線となる路線を保有していた武蔵野鉄道との合併によ、現在の西武鉄道のネットワークが形作られることとなった。一方、大梅鉄道は当初免許がカ付された大梅町までのルートから、さらなる延伸を地道に続け、大梅電気鉄道への解消を経て、1929年には御嶽駅までの延伸を果たす。しかし、戦時中、 大梅電気鉄道は、戦時買収施設の一つに数えられてしまい、1944年国有化を迎える。さらに国有化の直後には、後の奥多摩駅である、氷川駅までの全通を果たし、日本国有鉄道参加となった1950年代には、中央線に直通する大梅、東京間の電車が定期化されることとなり、現在の大梅線の運転形態が形作られていった。 また、これらとは別に、天宮が1889年3月、八王子甲府間の山梨鉄道設立を出願したが、甲信鉄道との競り願いの末に却下された。実際に八王子と甲府が接続されるのは、関節鉄道によって工事が行われた1903年のことであり、これも1906年に甲府鉄道が国有化されると、 旧後部鉄道線と一体化した運転が行われるようになった。鉄道八十年の歩み。千八百七十二から千九百五十二日本国有鉄道千九百五十二年六十一ページ。開業時は一日四往復、一往復は新橋新宿立川間を直通した。八王子延伸時にも一日四往復、一往復は。 新橋新宿八王子間を直通した。1894年、牛米開業時には、牛米八王子間6往復、牛米新宿間6往復。国有火事は、機関車13客車92貨車316、東京市外線電化用として1904年に製造された全長10メートル余りの二軸電車。買収によって、鉄道となり、 国電の元祖として知られ、百968、96松本電機鉄道派2府1が、鉄道博物館に点保管されている。すべて木製二軸車リンク先は、国立国会図書館デジタルコレクションの、客車略図上八1896年に飯田町に工場が設けられ、客車と貨車の製造が始められた。飯田町で製造した輸送車、タンク車はすべて私有貨車であった。 カシャラクズ明治44年、鉄道院、復刻鉄道資料保存会1990年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。